はい、おはようございます。えー、今日は、えー <coughs>、ズームの、えー、設定と、えー、中での使い方をご説明したいと思います。はい、えー。それではですね、まず写真でご説明していきたいと思います。最初ですね、 まず皆さんに、えー、こういった情報が送られてくると思います。まず、Zoom の招待の、えー、招待状、あるいは E メールなどを受け取った場合に、えー、z o o m ミーティングでミーティング i d こ,これが85417522286、この11桁のミーティング i d それから まあ今回、ホストは私の名前になってますけれども、パスコード、これは6桁です。578296。えー、これは毎回変わります。なので、毎回この招待状を受け取ったら、ミーティング ID とパスコード、これをまずあの紙にえ書き留めるといいかもしれないですね。でもしですね、あの自分でコピーペーストができる方は、 こ,このミーティング ID をコピーしてで、もう一つのログイン画面でペーストするっていう形でやってもいいかもしれないです。はい。それで、それが準備ができましたら、えー、Zoom を開いていただいて、まずこの参加ボタン、参加というボタンを押します。で参加ボタンを押すと、こういう形になります。 でこれがミーティングに参加、ミーティング ID、ここでさっきの番号が必要なわけです。これが11桁の番号です。で、えー、これを入れ終わると、ここがブルーになります。で、この参加という方、こっちの会議室名で参加というのではなくて、ただ参加って書いてあるこちらを押してください。これはあのミーティング ID 入れ終わるとブルーになりますので、これを押していただきます。で、 それが、えー、次に参加を押すと、パスコードを聞いてきますので、パスコードを入れて、また次に進みます。はい。そうすると、こういった画面が出てきます。はい。で、えー、っとですね、これがあの自分の今、自分のスマホの画面がこういうふうに右上に出ますね。で、えー、相手のスピーカーというんでしょうか、そのホストの人の これからいろいろ話をする人の画面がここの大き,大きい画面に出ます。はい、いいですかで、えー、ちなみにもしですね、えー、まあこれは2人しか今顔見えてないですけども、えー、みんなの顔が見たいという場合は、この、えー、画面をですね、右から左に、右から左になぞってもらうと、えー、次のページが現れて、自分と あと3人の方の写真が出てきます。で、それ以上まだいらっしゃる場合は、順に同じような動作をすると、次から次へ、えー、ページが出てきますので、それで、えー、参加している皆さんの顔を見ることができます。はい、いいですか。はい。それからですね、えー、っと、例えば会議をやっている場合、えー、お一人が、まあ、お話をされていて、他の方は、 会話をするのではなくて、ただ聞かないといけない場合は、えー、ここの左下のミュート、この左下のミュートボタンを押してください。でこれがミュートっていうのに、えー、すると、相手に声が聞こえなくなります。で、ズームというのはあの、マイクで話をした人の画面がメインの画面に出ますので、 もしですね、どなたかが講義をされている、お話をされているときに、自分がミュートをしていなくて、えー、仮に咳払いとか、えー、さっきのうちじゃないですけど、犬が横で吠えたとか、そういう音が入るだけで、えー、メインの人の画面から、今、音を出しちゃった人の画面が、えー、メインに出てしまうので、えー、とっても、えー、その会議全体に迷惑をかけてしまう可能性がありますので。 えー、気をつけていただいて、えー、この場合は必ずミュートをしていただく。それから次のビデオの停止っていうのは、えー、もしですね、自分が今あの映りたくないか、そういう場合ですね、これはビデオの停止っていうのを押すと、えー、向こうは見えますけれども、自分の画面、こちらの画面、皆さんの他の方に、えー、自分の様子は見えないようになります。はい、よろしいですか はい、次行きますね、えー。これはさっきのですね。で、最初にですね、あのログインするときにもしこういうふうに聞かれた場合、他のユーザーの音声を聞くにはオーディオに接続してください。こうやって聞かれた場合は、一番上のインターネットを使用した通話というボタンを押してください。そうしますと、えー、ちゃんと聞こえるようになります。はい。ですね。 でこれはミュートを押した状態だと、こうやって赤い線が入りますね。なので、もしこうやって赤い線が入っている場合は、自分の声は他の人に聞こえてないよということですね。はい。それでは次。えー、っとですね。こちらもまあ一緒ですね。次にですね、この詳細ボタンっていうのをこれを見てほしいです。英語の場合は、more って書いてますけれども、この詳細ボタンっていうのを押しますと、 こういうい、まあ、メニューが次出てきますで一番上が手を挙げるはい手を挙げるそれでこれはどういう時使うかというと、えー、そういう講義とかで皆さん質問ある方いらっしゃいませんかとか言われた時にもし自分がですね質問したい場合この手を挙げるっていうのをすると相手にまあホストにですね、えー、あこの人手を挙げてるなっていうのが見えるので、えー、そのそれで向こうが あじゃあ何々さんどうぞあの質問してくださいって言ったら先ほどのミュートボタンをもう一度押してミュートを解除した状態で話すとその時に初めて自分の声が向こうに届きますのでその手順でやっていただければと思いますそれからあとですねこの下にマークがあってこれ拍手ですねいいねハート、まあ、これは泣き、何て言うんですか 笑い泣きっていうか面白い時とかですね、えー、パンパンとびっくりしたとかありますこれは、えー、そういう講義とかそういうお話を聞いてる最中に迷惑にならないように声で出すのではなくてこういう形で送りますと向こうの画面に現れておなかなか反響があるなって向こうが感じることができるので、えー、もしよかったらこれも使っていただいたらと思いますでもう一つは 私の画面、これ今、後ろが桜の画面になってますけれども、えー、ここにメニューにあるこの背景とフィルター、これはですね、えー、おそらく、えー、iPhone でいうと10以降、えー、こういう背景とフィルターっていうメニューが出るようになります。で、これを押しますと、ここの下のように、こういう、えー、写真のメニューが現れます。 で最初のこの何ていうのは、えー、背景はいらないよっていう場合ですね。それからあとはこのサンフォランシスコの,あのゴールデンブリゲートブリッジみたいなやつとか、えー、これは草の中ですね自分がキリギリスになったような気分になりますね。えー、あとはアストロノーズ、ね、宇宙に飛び出したようなとことかでそれ以外は私自分で入れてるやつなので、えー、これはここの 一番最後にあるプラスマークプラスマークを押すとご自分の、えー、そのスマホであるとか、えー、パソコンにの中に、えー、保存してある写真を自分のバックグラウンドとして使うことができます、えー、それもできたら試してみてください、はい、そんなことで、まあ、まずあの基本だけ、えー、ご説明しましたけれども、えー、最初に一番大事なのはですね このミーティング ID、それからパスコード、それさえあればつながりますので、皆さん、ぜひえ難しくないのでやってみてほしいと思います。はい、今日はこれぐらいで終わらせていただきます。お疲れ様でした。